シャーロック・ホームズ最後の挨拶は、イギリスの小説家、アーサー・コナン・ド・オイルによる短編集。シャーロック・ホームズシリーズの一つで、5つの短編集のうち4番目に発行された作品である。1917年の発行で、イギリスのストランド・マガジン1908年9月号から1917年9月号にかけて発表された7の短編。 あるいは1893年1月号に発表された短編も含む発表を収録している。イギリスでの初版はジョン・マレー社から1917年10月22日に、アメリカでの初版はジョージ・エイチ・ドーラン社から10月に出版された。短編の配列は発表順と異なり、ウィスタリア、ソー、ボール箱、赤いは、ブルース・パーティントン設計書、品種の探偵、 フランシスカー・ファックスビメの失踪、悪魔の足、最後の挨拶の順番で全8編となっていた。初版以降では、ボール箱の扱いが出版社によって異なる。ボール箱は第2短編集、シャーロック・ホームズの思い出へ収録されることがあり、その場合はこの短編集に含まれず、全7編となる。また、発表順に配列し直した版も発行されている。日本語版での ボール箱は翻訳の定本に使用した版により、シャーロック・ホームズの思い出と、シャーロック・ホームズ最後の挨拶のどちらに収録されるかが異なっている。短編集の冒頭には、ジョン・エイチ・ワトスンの署名が入った短い前書きがあり、シャーロック・ホームズが探偵業を引退し、サセックスの農場で成功ウどクの生活をしていることが記されている。これは、ワトスンが、 物語の世界から出て読者に直接語りかけた唯一の例である。日本語版では役者により様々な役題が使用されている。括弧内はストランドマガジン掲載号。ジャック・トレーシー、シャーロック・ホームズ大百科事典、日暮らし正道役、川出処房審者、2002年、151ページ、A.B. コナンドイル著、オーエン・ラドリー・エドワーズ中、解説。 シャーロック・ホームズ全集大発刊、シャーロック・ホームズ最後の挨拶、小林司、東山あかね、高田博士役、川で処防新社、2000年、307から308ページ、日本語版では、出版社により収録されていないことがある。この台は、単行本へ収録される際、新たに付けられた。ありがとうございます。